ゆとりートライン。ゆとりートラインは、名古屋ガイドウェイバスのガイドウェイバス、ガイドウェイバス、シダミ線と名古屋市交通局の路線バス、名古屋市営バスの直通運行によって一体として提供される旅客輸サービスである。営業区域は、愛知県名古屋市、春日ガ市及び、尾張旭朝日市である。ガイドウェイバスとは、ガイドレールを備えた専用軌道に対し、 これを案内輪でトレースして、ステアリング操作が不要な半自動運転を実現しつつ、一般道路においても、普通のバスとして走行可能な交通システムである。都市部では、一般道路で発生する交通渋滞の影響を受けない専用軌道を走行し、郊外では一般道路を走行する。高価のバス専用軌道には2本のガイドレールが敷かれており、バスの前後に取り付けられた。 案内装置をガイドレールに接触させて、その誘導でバスを走行させる。ゆとりトラインは、交通渋滞の影響を受けずに快適に移動ができる特徴を反映して、ゆとりとストリートを掛け合わせたもので、当初は名古屋ガイドウェイバスが、ガイドウェイバス団未線の愛称として公募したもので、あるが、その後名古屋ガイドウェイバスと名古屋市、 名古屋鉄道、JR 東海バスとの間で交わされた公式文書においては、名古屋市東区東大曽根町から下り山区、下見市町を経て、春日市、高蔵寺及び、瀬戸市水の坂に至るまでの路線を指す名称として用いられている。ゆとりートラインの運転業務は、一般道路を走行する平面区間の運行事業者が、専用軌道を走行する高架区間。 ガイドウェイバス、しだみ線の運行受託者を兼ねることで、全区間を通して行っており、2009年10月1日以降は、全便について、名古屋市交通局、名古屋市営バス、大森営業所が行っている。広角間は、放規正常トロリーバスと同様の扱いになるため、乗務員は大型、第二子免許に加え、鉄道の動力車操縦者免許、無機乗電車運転免許を所持している。 名古屋市交通局のバスロケーションシステム用 GPS、受信機及び無線局がすべての車両に搭載されており、名古屋市交通局のウェブサイトで広角間を含む全区間について検索することができる。広角間では同じ情報を用いて列車集中制御装置 CTG に相当する運行監視が行われている。大園ネオバタ緑地は広角間ガイドウェイバス、 しだみ線を走行する。なお、毎年2月には、流泉寺の節分祭に合わせて、大曽根、流泉寺口間の臨時バスを運行している。日中時間帯は、大曽根高蔵寺系統が、毎時2本、大曽根中しだみ系統が、毎時3本、大曽根、しだみスポーツランドマイナス中しだみ系統が、毎時1本の運行である。大曽根、上島、西が10分間隔、上島、 西大中しだみが10の20分間隔、中しだみ高造寺が30分間隔、上島、西、しだみスポーツランドマイナス中しだみが60分間隔となる。広角間、大曽根尾端緑地の各駅は全便停車する。ゆとりートラインの開業前、この地域には以下のバス路線が存在した。ゆとりートラインは森山白沢渓谷区間で、 千草十二系統のルート、ただし新森山駅には入らない、小型緑地位等では、しだみ線及び瀬戸再線のルートを通るように整備され、開業時には以下の系統が設定された。都市計画段階、1993年から1994年頃、では、瀬戸方面は瀬戸追い分けまでの運行とされていたが、実際には瀬戸水の坂までの運行となったため、 瀬戸再線は中止ダミ乗馬クラブ前から瀬戸追い分に短縮の上で存続することとなった。その他の既存系統はユトリートライン開業時に廃止されている。ただし、他系統の経路変更によりカバーされている部分がある。なお、この都市計画には将来構想路線として新寮駅、終わり朝日駅、東谷山フルーツパークへの路線が記載されていたが、2019年、 現在実現していない。ゆとりートラインは既存のバス路線を取り込む形で開業したため、2009年9月30日までは、名古屋市営バス、大森営業所のほか、名鉄バス、2004年9月30日までは、名古屋鉄道春日ガ営業所及び、GR、東海バス、瀬戸営業所も運行を行っていた。 2006年9月に JR 東海バスが構造寺系統から撤退した後は、大曽根小幡緑地は名古屋ガイドウェイバスからの受託運行、小幡緑地マイナス中志田みは共同運行、中志田み高造寺は名鉄バスの単独運行、志田美支所前、現在の志田美支所北、瀬戸水の坂は JR 東海バスの単独運行となっていた。 名鉄バスと JR 東海バスは2009年9月30日、限りでゆとりーとラインから撤退することになり、高蔵寺系統は名古屋市 A バス2館、瀬戸水の坂系統、大曽根尾端緑地しだめ支所前から南原森林公園、水の団地瀬戸水の坂は廃止された。これにより、平面区間は名古屋市 A バスの単独運行となり、運賃や、 利用可能な乗車券類といった営業制度は名古屋市営バス一般路線と概ね統一された。なお、統一されなかった事項としては名鉄バスピルマ割引バスカードが使用できたこと、2012年2月29日、解消、ユリカ以外のトランパス対応カードが使用できかったこと、2012年2月29日、解消、広角館や名古屋市営地下鉄との乗り継ぎ割引が、 設定されなかったことがある。また、後に名古屋ガイドウェイバス発行の連絡定期券が名古屋市 A バス全線で利できるようになった際、県面指定外の区間について効力に差が生じている。ゆとりートラインの乗車方法は一般路線バスに準ずる。なお、大曽根駅では朝のラッシュ時間帯、脱客時、延着時には車内での運賃徴収は行わず。 駅2階の改札口にて、駅徴収を実施している。大曽根駅の改札口には、バス車内に設置されているのと同型の運賃箱が4台、設置されており、これらは、駅徴収時に使用される。広角間内及び、広角間と平面区間にまたがる区間の運賃については、名古屋ガイドウェイバス運賃を、平面区間の運賃については、名古屋市 A バス乗降方式。 料金を参照。広区間内及び広区間と平面区間にまたがる区間で利用可能な乗車券については名古屋ガイドウェイバス利用可能な乗車券類を平面区間で利用可能な乗車券類については名古屋市 A バス乗降方式料金を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。